なんかなんじゃこりゃしか言われんのんだけど、なんじゃこりゃ名前を言ってください。名前ですか？さっき言ったんですけど、矢野ほのかです。名前は、年齢は、20ぐらいですね、前後ですね。なんで詳しく言えないんですか？あ、言えますよ。21歳でございます今で、今年で22歳になりますね。あと、もう2ヶ月切ってますね。誕生日はいつですか？そうですね、8月6日です。皆さんよろしくお願いします。まあ何とは言わないですけど、よろしくお願いします。はい、そして、あ、出身県はどこですか？え、私です。本当ですか？え、どこですか？いきなりいきなり答えての本当ですかじゃなくて、本当ですか？え、何に、今のところ本当のことしか言ってません。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。え、出身県は、広島県でございます。一緒ですか、あなた？何で知ってるんですか？知ってます。これは疑いがどんどん深くなってきますね。なぜか私の出身県は知って、私広島県なのでテレビとか見るんですけど、見たことあるんですよね。すごく出てました。もしかしたらストーカーかもしれない。本当ですか？本当です。何かありますか？あ、じゃあ最近ハマってることというか。最近ハマってることですか？最近、あ、でもまあいろいろあるんですけど、ハマってることか。おお、何だと思います？ん？何だと思いますか？なんかこうちょっと見た目的に、はい、自転車？はい、ハマってないですか？あれ、え、私最近自転車を新しいのを買おうと思ってすごいよく見てるんですよ。え、携帯とかでネットで自転車を買おうと思って。はい、え、なんで知ってるんですか？これは事情聴取ですから。逆事情聴取。なんで知ってるんですか自転車？だってハマってることは違う。いや違う違う、いや私の自転車はこう動かない自転車な、あ、そう、ジムとかにあるマシーンだ。マシーン。いや、私は普通に移動手段の自転車なんですけど。移動手段の自転車。はい。結構クロスバイクってあるじゃないですか。普通の、うん、なんかまあなんかチャリンコみたいな、ママチャリとかじゃなくて、結構こうロードバイクみたいな、ユナユナちゃんとか乗ってるような。お尻高いやつ。そう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 。それを乗りたいなと思って。そうそうそう、欲しいなって思ったんですけど。 50m 走は何秒ですか？6秒ぐらいです。6秒台。え、あ、これは自転車いらないですね。6秒台めっちゃいいんだけど。え、6秒じゃ7秒。ああ、早い。早い女子って感じのはずね。でもココアも早いでしょ、きっと。え、そんなに早くない。自転車いらない。自転車いらない。そういう問題じゃないよ。え、早く移動したいとかじゃないよ。走りたくないから自転車乗りたいんよ。え、50m 走7秒も早いですよ。7秒ほんまに早い。ここは5秒な。え、違う違う、やめてください。え、全然違うんだけど。情報がすごいよ今。錯綜してますけどね。オリンピックに出たら、いや出れる。だって冠もかけるしね。あオリンピック走れる。一番の生誕祭の思い出はありますか？まあでも去年のですね、はい、21歳の生誕祭がもう一番思い出には残って。あ、課外活動ユニット何に所属してらっしゃるんですか？すっごい質問じゃん。マイカっていう、騒がしいグループにユニットに所属してもらってます。メンバーは誰がいる？ですね、歩く早口ラジオと、なんかヘラヘラリーダーと、うっかり忘れ物少女と、あとは毒舌コンプライアンスゴリゴリ破っていく女と、あと、まああと私と、あと子供がいましたね。子供が一人います。え、いますね。っていうユニットなんですけど。ああ、全員で何人？
で、6人6人あ、自分入れて6人ですね。はい、自分入れて6人でございます。あ、はい、それ結構ね、楽しい。最近なんかそのグループで会ったこととか、うん、まあ今公演がね、できていないんですけど、でもあのグループがあるんですよ。グループ連絡取れるようにみんなで、あ、グループ連絡網ですか。あるんです、連絡網があるんですけど、うん、そこは結構ね、盛んに会えない時でも、うん、盛んに動いてますね。ちょっとこれ事件一つ目なんですけど、はい、アクシデントはなんですけど、何ですか。あの、私がいつか1ヶ月前ぐらいに、うん、その連絡網に、うん、あ、私も一応あの前から所属なんですけど、連絡網にですね、はい、前川公演がしたいっていう懇願をね、うん、投稿したんですよ。送信したんです。来てます。なんか早朝に来てますね。迷惑な時間に、うん、5時50分ぐらいです、うん、すんげー朝に通知来た、誰と思ったら来てますね。しかもそのお願いって1回じゃないじゃん、なんか2回ぐらい言ってきますよね。しかも2回がリアルに、したいしたいとかじゃなくて、強めのお願いが2回。え、ちゃん見てる。見てますよ、もちろん。送りました。にもかかわらず、はい、返信が1通しか来なかった。え、1通は何でしたか。コンプラゴリゴリやプーっていく女なんて言ってました。そうです、ね、したいですねそうだった、したいですね、したいですねって。いや、みんな思ってるんよ、うん、思ってるから、うん、え、あれですよ、あ、歩く早口ラジオも無視でしたか、その時。歩く早口ラジオでさえ無視でした、しかもラジオしてない、どこにも発信してない、あの人。やばいじゃないですか。歩く早口ラジオ、大体なんか反応してくれるじゃないですか。気付く。今日も部屋ですねとか、うん、なんかスタンプとかじゃないですか。あははみたいなしてくれるじゃないですか。なのに、なのにダメですね。だって歩く早口ラジオとコンプラゴリゴリ破ってこ女は一応あなたからして後輩なわけじゃない。そうなんです。それ先輩のそのね、懇願に応えないっていう後輩もどうかしますね。って言ってますけど、うん、何ですか。反応してない人が4人、まあ歩く早口ラジオも言わなかったですけど、あなたも。いや、私はめっちゃそれだって思って閉じました携帯。これがちょっとこれがちょっと課題なんですよ。ネットにある課題なんですけど、その思いが見えないんですよ、私には目に見えない。なるほどね。気持ちの動きが伝えてくれないと、文字でも。じゃあ今後どうしたらいいですか。ボイスメモですね。あ、ボイスメモなんかたまにやってきますよね、なんか時々意味のわからないタイミングとここでみたいな時にやってきますよ。ボイス送信があるんですよ、最近では。ありますね、あれ。ツイッターとかにもあるよね、だって。え、そうなの。あの声でツイートみたいな。あ、それ使ったことないんですよ。最近フリート始めたんですよね。フリート結構やってますよね。結構フリってる。楽しいよね、うん、フリってるっていう、うん、フリってる。しかもなんか24時間で消えるっていうのが気軽にできるというか。そうなんです。ちょ、事情聴取戻るんですけど、はい、なぜあなたは返信しなかったのか。いや、だってしたくないっていう人なんていないじゃないですか、うん、公演したいよねって言ってしたいってみんな思ってるに決まってるじゃん。だから別に言わなくても分かるでしょって思って言わなかったんですよ。だからそれの代表がもうコンプラゴリゴリ破ってく女が一人言ってくれたことで、あ、みんなのそれなっていうね。それなもなかったですけどね。それなっていう思いがあってって感じですね。でもですね、さすがリーダーというか。あ、いますね。リーダーみんな尊重傾向があるんですけど、リーダーが送ったことに対しては、うん、即返信なんですよ、こちら。こちらって何？何もないですけど、こちら。そうですか？そう、ヘラヘラのリーダーですね。ヘラヘラリーダー。ヘラヘラのリーダーですよ、なんかヘラヘラリーダー。あ、リーダーの写真集出すんで、みんな。あ、もうぜひ見てください。見てください。ぜひ見てください。あの写真撮影も終わったようなので、終わったようなんでね、ぜひチェックしてください、はい、このリーダーも問題があるんですけどね。
いや、問題だらけですね、このあの写真集の、はい、何ですか今ちょっとなんか対立してるじゃないですか私たち、うん、でも初めて 共通点、はい、共感できることこれ言っていいですか、はい、一緒ヘラヘラリーダーの写真集にキャベツの妖精現れてませんでした。あ、出たそれ見ましたリーダー、うん、キャベツ色のワンピース着てたんですよ。そう一回プライベートで一回っていうかもうプライベートでキャベツのあのあれアウタージャケットみたいなの持ってるじゃないですか。そっからそれを着るたびにキャベツに優勢みたいな今回キャベツみたいって言ったんですよ、うん、それになんかめっちゃおもろかったんだけどこっち的にはなんかキャベツって褒めてるみたいな、ね、めっちゃ怒って怒ったんですよ、うん、で、まあ、似合ってたよ可愛いし似合ってたけどそれ言ってからもうキャベツにしか見えなくてで Y 氏そうでまあ冬が終わり映画終わり、あの服は見れないだろうと思ってたら夏にもキャベツ写真集にキャベツの妖精が現れてますね。あれこれ問題ですね。これ問題です。マイカー問題ですね。マイカー問題です。マイカー問題いろいろあるんですけどありますね。キャベツ意識高い。でもあなたはキャベツをずっと食べてましたよね。あなたこそキャベツの妖精ですよ。あの真の真のもうキャベツでできてると言っても過言ではないぐらい。いや最近食べれてないんですよキャベツ不足。えダメじゃないですか。うん一時ね、うんうんうん、冷蔵庫にね、うん、4玉ちょっと待って今何今ねあの今あのこの携帯をすごい結構大きい iPad でこう立てかけて今この人は固定してるんですよね。そこの iPad 越しに映った私見てあのキャベツ不足でて鼻で笑いました。人のかーいひどくないですか。しかも直接見じゃなくて iPad 越しに見たんですよ失礼なやつだもん。もう一番問題があるわ人のかーい、うん、びっくりした。いや言っとけいや、うん、話そう4玉ね、うんうん、冷蔵庫にキャベツあったの。えもうこの塊よ塊がボン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 ってやばいじゃん畑みたいだった、うん、やばい畑これを写真を写真撮って、うん、なんかマイカーラインに送ろうと思ったんよ、うん、送ってよ。いやそしたらなんか誰かしらなんかツイッターに載せそうだなと思って あのチキってやめた。あれとかねコンプラとかね、うん、そうコンプライアンスとか載せそうだから、うん、コンプラ破っていく。4玉すごいね。だって開けたらキャベツってことでしょ、うん、開けたらキャベツ。すごいね。それ1個を全部マイカー切って食べる、うん、1日に1玉みたいな。1日半玉ぐらい。あーね1玉半4分の3玉食べられる時もある。おお、まあ、そのキャベツにも大きさがあるんで。そうだねキャベツはキャベツのあれがあるもんね。そうすごいね。そうなんですよ。ありますかそういうなんか特定のものがこう渋滞。最近ハマってるものあってあのさまああのサラダチキンってまあいいじゃないですか体にタンパク質で、うん、サラダチキンだけだったらちょっと口が寂しいなと思うときにアボカド。アボカド、おう今まで食べたことなかったんやけど。アボカドじゃねえし。はい、アボカド。アボカド、え、アボカドじゃない。この話始めたら長くなるよ。え、なアボカド、アボカド問題始めたらいや、絶対アボカド。いや、アボカドだってアボカドって何。え、ボーは点々じゃん。カアボカドよ。ほら、アボカドです。ほら何言っとん。ほらアボカドって。いや絶対アボカド。ほらアボカドって。さっきアボカドって言った。アボカドですよね。え、さっきアボカドって言ったよね。言ったアボカドよ。私アボカドって言った。え、アボカドって言ったよ。その後にアボカドが本当だと思ってアボカドって言ったら今アボカドが本当だった。僕が本当だった。あなたの意見を乗っ取ったけど本当は違う意見だった。さっきアボカドって言ったよ。ほんまに、うん、じゃけんアボカドが本当なんだと思って私がさっきアボカドって主張したら、アボカドって言った。本当はアゴパドだった。アゴパドは一言も言ってない。え、アボカド。あ、違う違う、分からん。アモアモってもうさ、そんなそんなおる。でもさ、おるよね。1個言っていいですか。本当にアボカドの話とかしたら
アボカドとかアボカド警察をなんだけどアボカドみたいなそれかよアボカドはなんとかなんとかみたいなありますよね。アボカド論争はい、こんなところで事情聴取は終わりたいと思います。終わったのこれ大丈夫ほんまに。はい、あ、はい、うんうん、そうよ。だって海ココアなのに外ココアって言われて嫌ですよそういうことですよきっと。はい、以上海ココアと矢野ほのかでした。事情聴取企画でした。バイバイ。あ、B 型同士や。え、そうなん、ね、え、そうや。あ、そっか、 B 型同士は佐々木さんも。そうよ、は O 型だ。佐々木さんは見た目からして O 型だから。一期生の B 型は私たちがいないんですよ。そうなんですよ。数少ないです。です。バイバイ、ありがとうございました。お邪魔しました。はい、それでは今日は事情聴取企画でほのたんにコラボしてもらいました。はい、あの普段コラボ配信できないのでこういう機会にコラボをしてみました。はい、面白いね、コメントがいっぱいなんじゃこれで、うん、確かに特別ゲストでしたお邪魔しました。ありがとうございました。はい、またやってほしい。またやりましょう。次は何の企画をやろうか。やりましょう。楽しみにしていてください。それではランキングを読みます。13位ヘドウィックさん、12位ラームさん、11位コウモさん、10位リキイヌさん、9位ナルさん、8位ジーコ BB さん、7位こまめまきさん、6位癒し系さん、5位ありくんさん、4位高梨智之さん、3位ようさん、2位のっしーさん、1位は背景さんです。ありがとうございました。はい、あの急遽の配信だったので企画とかもあんまり考えてなかったんですけど、あのとっさにほのたんとコラボ配信してみました。皆さん楽しんでいただけたでしょうか。イエーイ。ぜひまたこの配信に遊びに来てください。フォローよろしくお願いします。バイバイ。では放送終了します。終了まで3、2、1。